お待ちください。まもなく14時38分発普通列車新潟行きます。新潟行きじゃありません。駅員さんは基本的に駅名言うときにちょっと酔った喋り方をします。また飛んで、あ、上空に飛んでいます。プロペラ機ご覧ください。すごいタイミングですね。私何十年もステージやっていますが初めての経験です。JR の関係者の皆さん、素晴らしいダイヤをありがとうございました。それとエンディングテーマいきましょう。はい、皆さん、昨日に引き続きましてこちらに書いております新津まるごと鉄道フェスタ、お招き賜りましてありがとうございました。立川真嗣は本名です。入り口のところに名前を書いています。あの名前漢字ですからひらがなで結構です。これは本名です。寄席にも時々出まして、三遊亭の方々が立川と立川と言っちゃいけないと言われて、そう、免許証を見せたらどうぞ自由にやってくださいと言われました。はい、そういうわけで私は埼玉県所沢市からやってきました。あの電車で号のすべての車掌の声に出演している立川真嗣、鉄道モノマネ芸人であります。繰り返します、もう一回時刻を言いますね、間違わないように。時332号、じゃあ時3 3 2 4 9 Your Apple Tracks number 11For your safety, please behind the yellow line. さあ、この時に乗って帰ります。名前は立川真嗣。皆様お手元にありますスマートフォンで立川真嗣と検索をしてみてください。立川真嗣とすぐに公式ホームページができます。見つかります。スマートフォン版、パソコン版どちらもあります。そのメールアドレス簡単です。モノマネアットマークニフティをカチッとクリックさえすれば、君と僕はどんなことがあっても、宇宙に行ってもワープしても、特急北越に乗っても快速列車に乗っても機動車に乗っても寝台特急に乗ってもいつでも鉄道友達があることができるのであります。ご意見ご感想があったらぜひお寄せください。そして Facebook のお友達もたくさん来ていただきました。ありがとうございました。 Twitter の方も Facebook も立川真嗣で検索できますので、ぜひよかったら皆さんご意見ご連絡をお願い申し上げます。鉄道の街ということで新津鉄道、こちらの方にお呼びいただきまして本当にありがとうございました。本当に呼んでいただき感謝申し上げております。皆様ありがとうございました。ライブは生が一番です。モノマネの後輩もテレビでたくさん出ていますけども、やはりモノマネはライブが一番であります。ライブはアドリブで、このような緊急的は全てのライブも自由にできるんです。テレビはいろんな制約があり、ここまではやらないでくれと言われます。去年リアルスコープハイパーに来たとき、山手線特集に出たとき、フジテレビの人から JR さんの本社の人が来てるんで、もっと真面目にモノマネをやってくれる。本当はもっとふざけたかったのに、楽しくやりたかったのに、まあそういう裏話があります。そういうわけで今機動車があちらの方に動いていきました。万感の思いを込めて汽笛が鳴る。万感の思いを込めて時332号が発車する。君はこの後あの黄色いやつと一緒に共にし、ホームであのおじさんにお茶を買ってあげたくてしかない。そう、本日はご乗車ご搭乗賜り皆様ありがとうございました。立川真嗣でした。2時38分に乗るように間に合うように新津駅に向かいます。皆様ありがとうございました。長くなりました。失礼いたしました。